シャルロッテ・フォン・ベルギー・ M は、ベルギー国王レオポルド一世とその王妃、ルイーズ・マリーの第一王女、オーストリア大公、メキシコ皇帝、マクシミリアンの妃、メキシコの公用語である、スペイン語名は、カルロータ、ベルギー国王レオポルド二世は兄で、その娘ステファニーが、マクシミリアンのオイルドルフ皇太子の妃となっている。年、新婚のレオポルド世夫妻にとって、 唯一の王女であり、父王から溺愛され、木ぐらいが高く育つ。1848年、母方の祖父である、フランス国王、ルイ・フィリップが2月革命により、自ら退位したことは、シャルロッテの王位に対する価値観に多大な影響を与える。1856年、シャルロッテ16歳の時、オーストリア大公マクシミリアンが、見合いも兼ねて、欧州各国を歴訪。 この際に縁談がまとまり、翌1857年7月27日、ブルッセルにて結婚、ロンバルディア・ベネツィア総督に任命された夫ともに、ベネツィアへ赴く。しかし、すでに来た、イタリアにおけるハプスブルク家の支配力は弱まっており、市民からの人気が高いマクシミリアンを総督に据える、ことで、その独立の機運をそごうという、オーストリア皇帝。 フランツヨーゼフ一世の意図による任命だった。マクシミリアンとリベラルで知られるベルギー王家出身のシャルロッテは市民から歓迎されるが事実上の実験はウィーンの皇帝のものであり、やがて総督夫妻は孤立していく。1859年4月19日、マクシミリアンの総督解任によりトリエステへの隠居を余儀なくされる。イタリア情勢の悪化と 皇帝とマクシミリアン兄弟の不和もあって、皇太后ゾフィーは皇帝夫妻とマクシミリアン夫妻と共に静養させるが、ここで、シャルロッテは、バイエルン王家の暴流に過ぎない皇后エリーザベトに、対して激しい嫉妬心を燃やし、王女であるのに、皇后ではなく大公妃という身分であることに強い、不満を感じていた。この後、マクシミリアンは、ミラマーレ条件地区に勢力を注ぐ。 皇后として1861年、メキシコにベニート・フアレス政権が成立したことにより、a 西仏によるメキシコ出兵が行われた。欧州列強は、新大陸に対する影響力を保持するため、君主国を樹立させようとする。白羽の矢が立ったのがマクシミリアンであり、シャルロッテは皇后となることに狂気した。1863年10月3日、マクシミリアンが、 皇帝即位を受諾。1864年4月10日、ミラマーレ城にて即位。4月18日、夫妻はトリエステからメキシコへ向かった。皇帝夫妻はメキシコシティのチャプルティペック城に今日構える。夫婦仲は円満であったが、子供はなく、メキシコ第一帝世紀の皇帝であったアグスティン・デイトルビデの孫二人を養子とする。しかし、皇帝とはいえ、 フランス皇帝ナポレオン三世の苦月にしか過ぎず、1866年1月15日、ナポレオン三世がメキシコ中流フランス軍の引き上げを決定すると、臨時大統領ベニート・フアレスの指揮する抵抗運動に押され、苦境に陥る。シャルロッテの父レオポルド一世の崩御、広島戦争の勃発もあり、欧州からの支援は絶望的となった。 大尉の意思を示し始めたマクシミリアンに対し、シャルロッテは、ソフルイ・フィリップを引き合いに断固として反対し、同年6月9日、支援を求めてヨーロッパに渡った。パリでは、ナポレオン三世の説得にあたり、バチカンでは、ローマ教皇ピウス九世に越見するが、いずれも失敗。シャルロッテは、次第に、パラノイアの症状を停止始め、兄フィリップは、精神科医に、 シャルロットを診察させる。精神科医は彼女の発狂を宣告。シャルロッテはミラマーレ城に遊兵される。10月にはこの事実がメキシコのマクシミリアンに伝えられた。1867年、夫マクシミリアンがフアレスの臨時政府軍に捕らえられ、重殺刑となる。なお、マクシミリアンは死刑直前にシャルロッテ政居の誤報を受け取っていた。シャルロッテは 古国ベルギーに戻り、ブリュッセル近郊の小さな町、メイゼノ・バウハウト城に遊兵されたまま長い人生を送る。第一次大戦中、城の周囲はドイツ軍に占領されたが、城自体にドイツ軍が侵入することはなかった。オーストリアはドイツの同盟国であり、シャルロッテはオーストリア皇帝の義理の妹にあたるからである。シャルロッテは自分はまだメキシコの皇后であり、 夫マクシミリアンはまだ生きていて、すぐに帰ってくると信じていた。彼女はいつもマックスと名付けられた小さな人形と一緒に寝ていたと言われている。シャルロッテは1927年1月19日、精神を病んだまま86歳で死去した。のマリア・カロリーネは女帝マリア・テレジアの娘、ありがとうございます。